はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。カカオ豆でです。久しぶりにこのゲームをやりました。まあもう夏じゃないんでね、この時期にやるゲームじゃないんですけどね、ほんと。なんで、もうやだ、やりたくない、怖い。俺がやったゲームの中で一番怖かったからな、これ。まあとりあえずやっていきましょう。おかえりなさいだっつって、もう上のやつは虫だ。とね、まあ全然わかりませんね。本当にあれ以来全然進展ないんでね。ちょっとヒント、ネミならあらしにいる。ああ、これね。で、割れた電球、どっか2階の電球があるはず。とりあえずヒント購入してまいりましょう。とりあえずコインをね、とりあえず集めて回ってたんでね、あの後、まあ、たくさんあるんですよ。はい、とりあえず一通り、まあ、なんて言うんでしょうね。とりあえずヒントは、購入しまして、とりあえず一通り見たんですけども、全然わかんない。もうダメだわ。積んだって言ってもいい、もういくらだよ、本当に。やる気をすれば、やりたくない、もう怖い。もうこんなのさ、この時期にやるもんってないでしょ。なんだよ、もう誰だよこんなゲームやらせるやつ。ふざけんなよ。わかんない、わかんない。とりあえずちょっとどうなんだろう。うわ、びっくりした。まあまたぐだるとあれなんで、またカットですね。はい、じゃあカット。はい、できました。なんちゃって。もう本当はちょっとコイン使ったんですけど。居合わせピース、まあこんなん できるわけ ないじゃないですか。使う、で、はい、祖母が亡くなった。たくさんぬいぐるみをむせみでプレゼントしてくれた祖母に、むせみは涙一つ見せない。祖母は娘にひどく怯えていた。恐怖の眼差しを向けていた。鉄のバールがなぜ屋根から落ちてきたのかわからない。
うわ、え、待って、待って、これいらん、使う、どこ、あ、すごい割れている、青い電球、鏡の辺が散乱している、鏡が外れそうだ、めっちゃびっくりした、急にバリンとか言うもんな、だからなんだっていう、2階ですかね、はい、じゃあ青い電球、止めて、はい、あ、怖い、え、こんな血あったっけ、バール、コイン1個、ちょっとこのバール使って、ここじゃない、ここですね、外してみましょうか、うわー、なんかドガーンときそう、ほら外れろ、何これ、あれか、こうだろ、娘を殺した、娘の部屋の中の押し入れの上に死体を隠した、娘は悪魔、祖母を殺したのは娘、次は私は加工される番だった、私は悪くない、ふざけんな、なんだこのクソゲーあー恐ろしい、古いお札が張ってる、血が屋根裏に続いている、なの屋根裏、暗くて何も見えない、大きいゴミ袋だ、ネズミが死んでいる、この親にあったハヨナ似顔絵に似ている、至る所に髪の毛のものが柱に絡みついている、これは血、うわうわうわ
来る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 、はい、来るぞ来るぞ、音量注意音量注意、緩な意味で音量注意。うわ、俺これ話しとく、画面話しとく、怖い怖い怖い。あの今声遠いと思いますけど、あの話してます。大きいゴミ袋だ。来るぞ。あれ来ないのかな。ネズミの死体が消えているって。うわ、ダメだ。操作できない。来る。来ます。あれ来ない。あ、鼓動が速くなった。これ来る。なにこれ、なにこのぬいぐるみの胴体。使います。はい、どうでしょう。母さんは首折れた。はぁ、わけわかんねえ。あ、これまだ来るか。うわ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 、気持ち悪い、気持ち悪い。よくわかんねえ上にすっげえ声し、何これ、ふざけてんの。ふざけてんの。イベント達成率 60%。 60%? 100% にしとけよ。もういいわ。もういいわ、わけわかんねえうにさ、もうリアクション中途半端なんだけどさ、ちょっと なんとかいかねえ。何なんだ一体。もう中途半端に怖いしさ、中途半端の終わり方するしさ、もう来るって絶対ドカンと来ると思ってさ、俺めっちゃ話してさ、もう声遠かったでしょ。何これ本当に。まあいいわ。はい、あの、はい、はい、なんかすいませんでした。ということで、なんだっけ、ジュスだっけ、今回でようやく終わりです。もうね、なんつうか、もうただただ中途半端。ただただ中途半端なゲームですね。もう本当に見てくださってありがとうございました。次回作は決めていませんが、ゴートシミュレーターか、ファイブナイツアットフレディーズかな、ファイブナイツアットフレディーズをやっていきたいかなと思ってます。ほんとやる気ないんですけどね、あれ怖くてね、アプリ自体開けないんですよね、ほんとに。ほんと心臓が弱いってわけじゃないですけど、とりあえずびっくり系とかマジ苦手なんで。そうですね、なんかもういろいろありがとうございました。ではお疲れ様でした。